画面の前の皆様、こんにちは、つこです。では今回、単発ですが、プレイステーション1のソフトやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回やりますのは、NBA パワーランカーズ。これやっていきたいと思います。NBA ですから、バスケットボールですね。最近ですね、YouTube の、動画アップ主に、ニコラス・タケシという方がいまして、その方の動画を見てましたら、昔 NBA はよく見てたんですが、再び再燃しまして、実家にこのゲームがあったので、これを、今回だけだと思いますが実況していきたいと思います。これのゲームは94年の、シーズンですね。94年といえばですね、シカゴブルーズの、非常に有名なマイケル・ジョーダンという、選手がいるんですが、その選手が一度引退して、野球に一度挑戦した時ですね。ですからこのゲームには、マイケル・ジョーダンは出ておりませんね。では早速やっていきたいと思います。で、私が選ぶのは、シカゴブルーズですね。このチームはもうマイケル・ジョーダンで非常に有名なチームになったんですが、今回はいませんね。では対戦相手、この年のチャンピオンになった、ヒューストンロケッツ、これを敵チームに選びたいと思います。はい、ジャンプボールですね。まず私が取りました。まず初得点は、私のチームが入りましたね。スコッティ・ピペン、この選手も非常に有名な選手ですね。マイケル・ジョーダンの女房役として、非常に活躍した選手ですね。日本でも、マツダのデミオの CM にも出てましたね。さあ、相手のシュートをブロックしました。スリーポイントを失敗しましたが、リバウンドを取って、ダンクを決めました。トニー・クーコッチですね。クロアチア人の選手です。95年か96年だったと思うんですが、シックスマンという、ベスト6番に選ばれましたね。バスケットボールでは、5人なんですが、控え選手として非常に優秀な成績を収めたので、その賞をもらいましたね。一度失敗しましたが、もう一度スリーポイントを決めました。ブルズの、この時のスリーポイントの名手ですね。95年の、スリーポイントコンテストでも優勝しています。さ、私のチームのセンターがフックショットを決めました。ウィル・パデューですね。あまり、有名な選手ではないですが、近日の仕事をするセンターですね。取られたところを、うまくフォローして決めました。スティーブ・カーですね。今は、非常に強い、
ゴールデンステイトウォリアーズの、ヘッドコーチを務めております。スリーポイント失敗を、そのままリバウンドから、ダンクを叩きつけました。ピート・マイヤーズ、パワーフォワードに登録されてますが、実際は確かガードで登録されてたと思うんですが、ね、このゲームではパワーフォワードになってますね。さあ、クライド・ドレクスラーに決められました。このチームの、テントリアですね。さっきの選手と、ロケッツのセンター、アキーモ・オラチョアンという選手がいるんですが、その2人で、黄金時代を、築いた2人ですね。まだオラチョアンが出てないんです、得点決めてないんですが、非常に怖い選手ですね。さあ、スティーブ・カーのスリーポイントが決まりました。さあ、最後のリバウンドを、確保して、第1クォーター終了ですね。これが、今のスタッツですね。一番上から、フィールドゴール、そしてスリーフィールドゴール、スリーポイントシュートですね。そしてフリースロー、でリバウンド、ブロック、スティール、アシストですね。今一番得点を挙げているのは、ポイントガードのスティーブ・カーですね。ピッペンも6点入れてますね。さあ、抜かれてそのままダンクを決められました。さあ、ウィル・パデューのフェイダーウェイが決まりました。さあ、スティーブ・カーは、2ポイントですが、シュートを決めました。さあ、ピート・マイヤーズのダンクが決まりましたね。クーコッチが決めました。ドレクスラーですね。速攻からのダンクですね。
スリーポイントを外しましたが、リバウンドからそのままダンク決めました。リバウンドを取ってダンクに行ったんですが、止められました。さあフェイクからのダンクを決めましたピッペンですね。ピッペン、got it。ピッペン、work for it。ピッペンのスリーポイント決まりました。ピッペン、got it。ドレクスラーのスリーポイント決まりました。さあ、ピッペンのフックショットが決まりましたね。ついにオラジュワンに決められました。さあ、クーコッチのスリーポイント決まりました。セカンドクォーターが終わってハーフタイムですね。今スティーブ・カーが10点、クーコッチが13点、ピッペンも13点、ピート・マイヤーズ4点、ウィル・パデューが4点ですね。相手チームは、クライド・ドレクスラーが8点となってますね。キャセルに3ポイントを決められました。ピート・マイヤーズのシュートは、オラジュアンに止められました。フェイクからのダンク、ピッペンですね。ピッペン、スコーズ。ピッペンのスティールからダンク。ピッペン乗ってますね。マイヤーズのシュートは、ファールで止められました。フリースロー外してしまいましたね。ど真ん中だったんですが なぜ外れたんでしょうか。ちょっとずらした方がいいかもしれませんね。オラジュアのタンクを、止めました。フェイクからのダンクがまた決まりました。ピッペンですね。ついにオラジュワンが乗ってきたようですね。オラ
Joshua scores! Fake! Kerr, for three! Offensive four! For two! Fake! Pippen! Rebound taken by Rocket! Ellie! Ellie!今50対36。さ、パデューのダンクですね。ダンクをブロックに行ったらファウルを取られてしまいました。ダンクから、フェイントでダブルクラッチを決めました。ピッペンですね。It's a barn burner. Or two. The ball goes to Rocket. Cassell. Or two. Yes. Cassell. Got it. さあ、サム・キャッセルのスリーポイントはちょっと厄介ですね。さあ、ちょっと追いつかれましたかね。ブロックが届きませんでした。さあ、マイヤーズのダブルクラッチですね。スティールからのダンクを決めました。さあ、スリーポイントを狙ったんですが、ブロックをされてしまいました。第3クォーター終了ですね。今ピッペンが21点と乗ってますね。クーコチのスリーポイントですね。リバウンドを取って、ダンクを決めます。ピッペン、ピッペンスコアーズ。ワーリバウンド taken by Bulls。 カー、スティーブカーですね。ドレクスラーのスリーポイント決まりました。ドレクスラースコアーズ。フェイクフォーツーフェイクフェイク。
さあ、ピッピンですね。レイアップを外してしまいました。このサムキャセルのスリーポイントは気をつけましょうね。またもピッペンがダンクを決めました。69対56。パデューが、リバウンドからのシュートを決めました。パデュースコアーズ。The ball goes to Rocket. Boom! It's a barn burner. Wow! Offensive board. Fake. Myers. Rebound taken by Rocket.さあ、クーコッチがシュートを決めました。Now that's exciting. Now that's exciting. Fake curve.はい、試合終了ですね。はい、私のブルズが勝ちました。これが最終スタッツですね。ピッピン1人で27点取ってますね。相手のロケッツは、このキャセルという選手が25点取ってますね。このオラジュアンが、今回なかなか、振らなかったので4点しか取れてませんね。はい、いかがでしたでしょうか。今回 NBA パワーダンカーズというゲームをやっていきました。やはり NBA 見てたらやはりスピード感があってすごい面白いですね。でいろいろな有名な選手も多数出てて、非常に白熱した試合が見れると思います。このゲームは、この単発で終了しますが、またその他の Xbox One のソフト、そして、PlayStation 3のソフト、実況していきますので、どうぞご視聴よろしくお願いします。今回ありがとうございました。ウツボでした。